立義は中国共産党中央政治局委員、上海市委員会の初期である。1959年7月に石膏省随安県で生まれ、1976年から同地で工人として勤務した。1983年の時は中国共生団石膏省随安県委の幹部だった。1984年は石膏省民政局に入った後、 農村救済所副所長と所長を歴任した。1985年と1987年の間に中国社会学箱樹大学で社会学の専業を学んだ。1995年と1997年の間サイドに石膏大学研究生家庭審、オサムクラスで管理工程専業を学習した。1996年は、 中京金化委員会の常務委員で、最後1998年に、石膏省政府弁公庁副主任及び中京の党、組織メンバーとなった。2002年に、運州市の新書記を再び就任し、同時に中央党校在職院制クラスの世界経済専業を学んだ。2003年 -2005 年に、香港理工大学管理学院の交渉、 管理専業で学習し、そしてこの間の中で、石膏省委員会の秘書長の職を担当した。2011年から2016年までは、石膏省委員会の副書記。2016年以降は、チャンス省に転職し、省委書記及び昇級全人代常務委員会の主任を務めた。中国共産党第18回全国代表大会では、候補委員だったが、 18代の7中前会の時は正式な中央委員となり、そして中国共産党第19回全国代表大会で中央政治局委員と選出した。2017年10月29日、元上海市委所期の半た氏は、中共中央に転職したら、中央の決定によって上海市委期となった。ありがとうございます。